はい、今回は松本清張の債務という小説について話をしたいと思います。これは文春文庫ですけども長編小説ですね。まあ、全集の方はこちらにあるんですけども、この債務という小説はドラマや映画にはなっていないようですね。大雑把に言えば銀行など金融機関の不正と裏事情を描いた作品と言えます。まず物語ですけども、銀行員の安川という人物が登場します。で、安川には愛人がいまして、銀座のキャバレーの女、小野恵子というのがいるんですけども、その小野恵子を誘い出す場面から始まります。一緒に九州の温泉に逃げようと言うんですね。で、安川は黒いカバンを持っていて、そこに500万円が入っています。その金は銀行から持ち出した。銀行の金なんですね。彼は福栄銀行池袋支店に勤めていました。で、まあ、銀行の金を横領したということなんですけども、その事件はすぐに発覚して新聞に載りましたけども、安川は平然としていました。というのも彼は黒革の手帳を持っていたんですね。まあ、黒革の手帳という小説がありますけども、まあ、それと似たような感じで、その手帳の中には各名義口座とその預金額のリストが書かれてあったんですね。で、これを持っていたら銀行も容易に自分に手出しをしないということが分かっていたんですね。で、その手帳をどこかの税務署あたりに国税庁に渡せばとんでもないことになるので、多分銀行は自分の言いなりになるだろうという予測をしていたわけなんですね。で、そこで安川はですね、まあ、九州の温泉にいるわけなんですけども、友達で証券会社に勤めている知念という名前の男に連絡を取りました。で、自分は預金者の脱税の証拠である架空口座のリストを持っていると、これを持っているという理由で銀行が警察に訴えている告訴や被害届を取り下げるように銀行に交渉してほしいということなんですね。まあ、すでに銀行側としては警察に訴えているし、被害届を出しているわけなんですけどね、それを取り下げろということなんですけども、そのことをその友達の知念という男、それともう一人友達で土地会社の田村という者がいるので、その田村と一緒に行ってくれと、手紙を書いたわけなんですね。で、ここからその知念と田村の行動が始まります。で、2人で、福栄銀行池袋支店に行って事情を話して告訴を取り下げるように迫ったんですね。支店長を呼び出してその話をしたわけなんです。で、それから安川はですね、恵子と一緒に東京に戻ってきたんですけども、念のため途中で黒川の手帳は恵子に預けたということなんですね。で、知念と田村は安川の帰りを東京で、待っていました。銀行はきっと警察への告訴を取り下げたと思っていたんですね。で、その話をつけに行ったんですけども、すぐに返事をもらえなかったので一方的な話に終わっていたんですけども、多分取り下げるだろうと思っていて東京駅で、安川の帰りを待っていたんです。ところが安川の姿が全然見えないんですね。途中で警察に捕まったみたいなんです。というのは銀行は結局告訴を取り下げなかったわけなんですね。で、そこで今度は2人で福栄銀行の本店の方に行くことにしました。で、そこに乗り込んでいって、そこの担当の者を呼び出してですね、また同じような話をしたわけなんですけども、そこでもあまり相手にされずに、向こうは10万円のお車代を出すからもうそれで引き下がってくれというふうに言われたんですね。で、それを蹴ってですね、まあ、出てきたわけなんですね。10万円は受け取らなかったんです。で、今度は2人は、ちょっと考えてですね、大宝商事重工会という金融業の会社があるんですけども、そこの会長である須原昌作という人物に会いに行くんですね。須原という男は町の金融業者なんですけども、奥の金を動かし銀行にも顔が利く裏社会のボスみたいな、そんな感じの男だったんですね。で、そのスバラに頼むと任せておけという感じで、なんとかしてくれそうな
雰囲気だったんですけども、それでも結局はそのスバラの思うようにこちらが利用されたような形になってしまったんですね。で、田村は銀行から10万円をもらってさっさとこの件から降りてしまったようで、その後1年の前から姿を消してしまったわけなんです。で、やむなく知念は一人で戦うことになってしまったんですね。で、ここから知念の活躍が描かれていくわけなんですけども、だから主人公はこの知念という男なんですね。で、いろいろ調べていくんですけども、小野慶子は依然として行方が分からなかったんですね。で、慶子の持っている黒革の手帳がスバラに渡ると悪用されるに決まっているので、なんとかそれだけは阻止したいと思っていたわけなんですね。また安川の行方もわからなかったんです。一度捕まりましたけども、もう警察から釈放されているに違いないというふうに判断ができるんですね。で、その前にまずその友達の田村ですね、田村もどこかにいていないので、その田村の様子を探りに彼の勤め先の土地会社に行ったんですね。すると社員が出てきて、田村は静岡の銀行に行ったというふうに言うんですね。で、この小説はですね、今まで説明したこの辺りで大体半分ぐらいのところです。で、ここから後半になるんですけども、その舞台が静岡に移るんですね。で、さらに今まで出てきた人物はもう誰も登場しなくなります。で、後半はなんか別の小説のような感じになって展開していくんですね。ちょっと変わった感じですね。で、新たな登場人物として今度は静岡の寸源総合銀行の常務である相田栄一郎という人物が出てきます。で、その人物が重要な役割を果たすわけなんですね。それと赤坂の芸者が出てきて、まあ、それも重要ポイントになってくるわけなんです。で、知念が静岡で今度は動きを始めるんですけども、その時に安川がですね、自転車に乗って清水港埠頭から転落死をするという事件が起きたわけなんです。警察は自殺と判断しましたけども、どうやら他殺に違いないという疑念があるわけなんですけども、知念はさらにいろいろと探っていくんですけども、その後今度は田村が溺死体となって発見されます。で、二人とも事故のような自殺のような死に方をしていますけども、結局誰かに殺されたということなんですね。で、最後はですね、知念の推理がずっと語られるわけなんです。ある人物から真相を聞くということになっていきます。それでも銀行や金融業界の裏面とかですね、そこにはびこる人間を追及するというふうには至らないんですね。前半に登場した銀行の幹部や金融業のスバラなどはそのままで、終わっています。そういう意味では少し物足りない終わり方でした。ということで、ちょっと変わった小説になります。前半と後半とか舞台も変わりまして、登場人物も変わってくるということで、展開していく小説です。ではまた別の作品でお会いしたいと思います。